台湾の野球ファンの皆さん、こんにちは。北海道日本ハムファイターズの浅間大輝です、まあ、台湾といえばチームメイトのワン選手のところですけども、はい、ワン選手とよくお話とかされたりします？まあ、結構ポジションも外野なんで話すことは多いですね。どういうお話されたりするんですか？話す、まあ、結構その台湾語を教えてもらったりだとかで、僕が逆に日本語で喋って、ボールがどんどん日本語上手くなっていったりっていうのは結構あるのかなって思います。じゃあ一つちょっとワン選手から教えてもらった台湾語をカメラに向かって一言言ってもらっていいですか？金三来ちなみにどういう意味ですか？なんかリラックスみたいな、楽に楽にみたいな意味らしいんですけどじゃあ逆にワン選手にはどういう日本語を教えて？ああ結構ふざけたやつばっかり教えてるあんまり言えないかもしれないですね。わかりました。ワン選手は普段どんな方ですか？いや結構ロッカーとかではなんていうんですかね、ふざけることも結構あったりしますけど、野球に対しては本当に真面目にこう、なんか黙々とというか取り組んでるイメージはありますね。あと台湾の野球ファンの方に浅間選手のどういうプレーを見ていただきたいなと。いやもう全部見てほしいです。打つのも守るのも走るのも、はい、全てを見てほしいなと思います。浅間選手以外で他の球団でもいいんですけど、まあ、あの他の選手のこういうプレーすごいですよっていうのを一つ語りします。他の球団この選、はい、他のチームでもいいですし、まあ、ファイターズの選手でもいいんですけど、この選手を見て台湾の選手注目してくださいみたいな。万波のパワーじゃないですか。はい、やっぱり規格外の飛距離なんで、はい、わかりました。ありがとうございます。今日は、最後に台湾の野球ファンの皆さんへ向けてメッセージをお願いします。台湾の、野球ファンの皆さんに、パリーグの試合を見ていただけること、非常に嬉しく思います。ぜひパリーグの熱い試合をイレブンスポーツで楽しんでください。また来年度には新球場が完成しますので、ぜひ北海道の球場にも来てください。